イッソスの戦い。画像は、ローマ時代のポンペイのモザイク壁画で、アケメネス朝のダレイオス3世と向かい合うマケドニアのアレクサンドロス大王。マケドニアの木工。アレクサンドロス大王の父ピリッポス2世の時代から、マケドニアは、財力と軍事力によって、周辺諸国を圧倒し始めた。画像は、マケドニアの首都であったペラに残る、ディオニュソスの館の遺跡。 プラトンのアカデミア学園。アカデミア学園は古典古代を通じて教育機関の模範とみなされ、後世アカデミーの語源ともなった。画像はローマ時代のポンペイのモザイク壁画、アリストテレス。形事上学をはじめとする諸学に通じ、漫学の祖として、後世の学問に多大な影響を与えるとともに、アレクサンドロス大王の家庭教師を務めたことでも知られる。 画像は、ローマ国立博物館所像の共像、エピダウロスの劇場。古代ギリシアでは、悲劇や喜劇が民衆に支持されていた。医療の神、アスクレピオスの聖地でもあった、エピダウロスの劇場はそれらの中でも最も保存状態が良く、この世紀に作られて、以来、現在でも劇場として用いられている。アッピア街道。すべての道は、 ローマに通ずという言葉があるように支配地域を拡大した都市国家ローマにとって軍事や運搬のための道路整備は不可欠だった。画像はクアルトミグリオ付近の街道の風景。エルチェの貴婦人。フェニキア人の入植活動が盛んになる以前にイベリア半島にいた先住民イベリア人は独特な文化を発達させていた。イベリア人の文化を代表する この寄付人像は、スペインのマドリッド国立考古学博物館に所蔵されている。アケメネス朝の残章。大英博物館所蔵のオクサスの違法は、マケドニアに滅ぼされたアケメネス朝の工芸の高知さを示すものとして名高い。画像はグリフォンをかたどった黄金の腕輪で、紀元前5世紀から紀元前4世紀のもの。マウリア朝の成立。 アレクサンドロス大王襲来の後、インドでも統一王朝の機運が高まった。画像は、マウリア朝の初代君主チャンドラグプタが、ジャイナ教の死、バドラバーフに帰依したことを記録した碑文で、聖地、シュラバナベラゴラに置かれているもの。ドンソン文化。紀元前4世紀から紀元前1世紀に、ベトナム北部で発展した、青銅器文化で、特に祭起としての銅子は、 中国雲南からインドシナ半島各地に伝播していく原型ともなった。画像は、ディエンビエン風のダーガワ流域で発見された道庫、中山王墓。遊牧民族史の敵を起源とする中山国は、戦国の大国に挟まれた小国であったが1970年代の発掘により、中山王の王墓と大量の埋葬品が出土した。画像は出土した。 銀造岩創翼新獣造。紀元前4世紀は、西暦による紀元前400年から紀元前301年までの100年間を指す世紀。ギリシア,アレクサンドロス帝国とヘレニズム国家共和制、ローマとその周辺注釈出典。ありがとうございます。